ただいまから関越行進を開始します。関越行進部隊の行進に先立ち、東北方面隊の所在します東北6県の県旗をご紹介します。最初に紹介いたしますのは青森県の県旗です。県旗は青森県の地形に図案化したもので、図案の色は躍進、発展してやまない、希望と未来を表しています。続きまして岩手県の県旗です。県旗は漢字の岩の字を図案化したもので、豊かな住みよい岩手県への躍進を表しています。続きまして宮城県の県旗です。県旗は県の花として親しまれている宮城の萩を図案化し、宮城の実を表しています。続きまして秋田県の県旗です。県旗は秋田県の頭文字、カタカナのアの字を図案化したもので、秋田県の発展する姿を表しています。続きまして山形県の県旗です。県旗は鳥海山、月山などの山々と最上川の流れを3つの三角形で図案化したものです。福島県の県旗です。県旗は福島県の頭文字である府の字を図案化し、県民の融和団結を表しています。県民の思い。以上をもちまして東北6県の県旗紹介を終わります。関越部隊に先立ち行進してまいりましたのは、ここ仙台駐屯地に所在する東北方面警務隊です。指揮官は隊長以下の修士一等陸佐です。一等陸佐入るなって白バイク。関越行進部隊の先頭は本日の関越部隊指揮官第6師団副師団長滝沢博文陸将補です。続いて更新してまいりましたのは宮城県多賀城市多賀城駐屯地等に所在する第22北欧機動連隊です。指揮官は連隊長大賀智明一等陸佐です。駐屯地に所在する第4地対艦ミサイル連隊
長松坂仁志ヒットリストです。青森県八戸市八戸駐屯地に所在する第101高射特化隊です。指揮官は隊長杉幸則二刀立派です。第9校舎特化大隊です。指揮官は大隊長梅坪博一二刀立派です。東北方面通信軍です。指揮官は軍長野党陽子一刀立派です。Thank you.
指揮官は隊長木内康政一等陸佐です。仙台市霞の目駐屯地に所在する東北方面輸送隊です。指揮官は隊長辻本直弘一等陸佐です。岩手駐屯地に所在する第9戦車大隊です。指揮官は大隊長横川博文二等陸。